ずいぶんご機嫌そうね。こうやって見てると魔王の赤ちゃんでなんて思えない。ああ、まあね。そういや、まだちゃんと最初から説明してなかったよな。うん。昔々あるところに、それはそれはハンサムでかっこよくてモテモテで、みんなから尊敬されまくっている心優しい若者がおりました。いや、ここ突っ込むとこだろう。真面目な顔して聞いてんじゃねえよ。つうか、ま、要するに川で拾ったわけだ。なんかいい雰囲気になってやがる。ダブルデート成功。まあ何にせよ、こっちは巻き込まれっぱなしでいい迷惑だ。おまけにベルボーの兄貴とかいうやつまで来やがって。おお、これはなんじゃ。次はこれに乗りたいぞ。お待ちください、坊ちゃま。まずは両替いたしませんと。おお、お前たちか。また会ったの。仲良くデートしてるところを悪いんだけど、ちょっとどいてくださる？デートじゃない。私はただどちらでもよい。猿翁坊ちゃまの邪魔をするでない。しねえよ。つうかお前らこそこんなところで何してんだよ。やべ。弟よ、余がそれに乗る。毒のじゃ。兄の言うことが聞けぬのか。早くどけ。